ファミリーの代表、姫子たちは大丈夫かな？いろんなことがあったな。急いで頭の中を整理して、みんなが来るのを待とう。ホタルのことはブラックスワンから聞いたけど、まさかロビンさんまで。ごめんなさい、あの時そばにいてあげられなくて。現実世界は穏やかだが、無境では暗流が渦巻いている。本当にあのメモキーパーの言葉通りになっているが、みんな落ち込んでいる暇はないぞ。俺たちにはまだできることがある。例えば犯人を見つけたりとかな。まずは状況を整理しましょう。あんたの言葉を聞いて思い出したことがあるの。美月ちゃん、私たちが交渉したファミリーの代表が何て言ってたか覚えてる？名無し人は今回の件に関与していないと信じています。どうか皆さんも亡くなった方の身元を明らかにするためファミリーにご協力くださいって言ってた。あれってホタルのことだよね。今思えばあの時の彼の表情は何か隠してるみたいだった。それにもっと前に起こったはずの事件についても口を閉ざしていたわ。ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてたんだろうね。この件が広まればピノコニーは文字通り血の川になっちゃうから。だがその直後に起きた二つ目の事件は彼らの想像をはるかに超えていて、ファミリーも外部の助けを求めざるを得なくなった。調和セレモニーが目前に迫っているから彼らも手が足りなかったんだろう。それにホタルの件は目撃者が多くて隠しきるのは難しかったから、成り行きに任せてたくさんの人を巻き込むことで状況をコントロールしようとしたのかもしれないわ。この2つの事件は根本的に性質が違うから、ファミリーが何より警戒しているのはよからぬことを考える訪問者でしょうね。例えば。そうだな、彼はあの巡回レンジャーのことをとても気にしている。なんか獲物に夢中になって足元をすくわれそうになってる感じがする。アベンチュリンが黄泉を告発した理由もかなり微妙な気がするけど、彼の話を信じていいのかな。こうなった今、私たちが信用できるのは自分だけね。とにかくまずは情報を集めて、できるだけ多くの可能性を並べてみよう。それから矛盾を一つずつ取り除き、残った事実が少なくなるほどそれが真実である可能性が高くなる。ただこれだけ多くのことが起こっても、俺たちは遺産の渦の中をぐるぐる回っているだけの気がするな。今回は本格的に名探偵を演じないとね。でも調査を始める前にファミリーとアベンチュリンには何て返事すればいいの？これは私の感覚だけど、ファミリーは請求列車に悪意はないと思うの。列車の乗員の人格を信用していなければ、外部の人間にスキャンダルと呼べるような事件の調査を依頼したりしないもの。それにここはファミリーのテリトリー、彼らと手を組むことは今後の行動においても役に立つはずよ。アベンチュリンさんについてはベルト、あんたの意見を聞かせて。あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は俺たちと交渉する時こそ意図的に腰の低い人物を演じていたが、言葉に出さないところで相手をじわじわと追い詰めていた。彼は感情と論理の両面において相手を納得させる説明をしている。無理強いはしないと言ってはいるが、その意図は明らかだ。だが状況がはっきりしない今、より多くのつながりを築くのは悪いことではない。アベンチュリンさんはわずかな言葉で自分の手腕を見せつけた。利害さえ一致すれば頼もしい味方になってくれるだろう。俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、あまり近づきすぎないようにした方がいい。カンパニーと協力することはバランスを取るという意味では悪くない。
どちらかに別の企みがあったとしても、俺たちは関係を断つことができるからな。つまり、先にアベンチュリンさんの提案を受け入れるべきってことね。ああ、もちろんリスクはあるが、それぞれの腹の内が分かってから改めて判断するしかないだろう。理屈は分かるけど、ここって悪いやつが多いから、そのうち後ろから刺されるんじゃないかってヒヤヒヤしちゃうな。この子だって何度もひどい目に遭わされてて、正直もう見てらんないよ。あんたって、ダメ、そんな理由認めないんだから。もういい、やっぱりうちがあいつを見張っとく。いざという時は逆にあいつを利用しちゃおう。それじゃあアベンチュリンさんへの返事はあんたに任せるわね。みんな、今のうちに頭の中を整理しましょう。アベンチュリンはこの結果に満足してるみたい。みんなにも伝えよう。アベンチュリンさんの言葉の中でもう一つ気になっていることがある。彼は何も証拠がない状態で、あの巡回レンジャーがロビンさんを殺した容疑者だと告発した。だが彼女と記憶行きミームの関係や、なぜ君のそばに潜伏していたのかについては一言も触れていない。ここまで明らかに根拠のない推論は、君の信頼を得る役に立たないどころか、かえって怪しまれるだけだ。もしかするとアベンチュリンさんの目的は、最初から信頼を得ることではなく、君にヨミさんに対する疑念を抱かせることだったのかもしれないな。そうすれば状況はさらに混乱して彼の望む結果になる。ただ、来ると言っていたはずのアナイア・レイトギャングが消息を絶ったことについては、列車に残っている炭鉱にも確認した。これはアベンチュリンさんの作り話ではないようだ。ところで、君はこれまでに何度かヨミさんに接触しているだろう。彼女はどんな人なんだ？なるほど、確かに典型的な巡回レンジャーのイメージと一致するな。あの連中は不思議で捉えどころがない上に一匹狼でいたがる。疑われるのも無理はないな。アベンチュリンさんの目標はカンパニーのためにピノコニーを取り戻すこと。そのためには何としてもファミリーを倒して大きなほころびを作る必要があるわ。死の存在はファミリーに隠されているけど、一体どこから手をつけるつもりなのかしら。切り口は誰もが注目するようなポイントじゃないといけない。でもその過程が目立ちすぎてもいけない。アベンチュリンさんは相当彼女のことを気にしてるみたいね。でも、あの巡回レンジャーについて私たちが知っていることはとても少ないから、何も判断できないわ。彼の狙いがファミリーであることは間違いないけど、方法がわからないのよね。調和はピノコニーで大きな勢力を持っているから、正面から対抗するのは難しい。カンパニーがアベンチュリンさんを派遣したのも、彼らが正攻法に頼るつもりがないことを物語っているわ。宿泊客に手を出すってこと？それは考えにくいわね。ピノコニーに来ている人たちは宇宙で有名な大物ばかりで、カンパニーでも簡単には手を出せないの。アベンチュリンさんは賢い商人だから、それを分かってないはずがないわ。
そうね、今はただ考えることしかできない。いずれにしてもアベンチュリンさんを相手にするときは用心した方がいいわ。彼は人の心を操るのが上手くて、いつ手を出すべきか心得てる。それに彼は明らかに生まれながらのギャンブラーで、勝利のためなら全てをかけることも厭わないでしょうから。何もかも突然すぎない？なんかロビンさんは死んでなんかなくて、まだどこかで元気に生きてるような気がする。全部ただのいたずらだったみたいに。だってこれって夢の中だよね。なんで夢の楽園で人が死ぬの？いいことしか起こらないはずでしょ。はあ、あの大劇場を見るとついあれこれ考えちゃう。そういうわけじゃないよ。だってファミリーがいたからこそ今みんなを笑顔にする夢が存在するんだもん。ただあの人たちのことがよくわからなくなってきた気がして。町の人たちは相変わらず楽しそうにしてるし、何が起きてるのか誰も知らない。なんか実感が湧かないな。まるでホタルやロビンさん、それにうちらも別の世界の人みたい。むしゃくしゃする。冷たいソーダでも飲んで落ち着きたいの。でもそれじゃあ町の人たちと同じになっちゃう。これ以上アベンチュリンさんからの要求はないようだから、先にファミリーの依頼を片付けようと思うんだが、姫子どう思う？今のところ彼女が目撃した2つの殺人事件が最も直接的な手がかりだから、そこから手をつけるのがいいと思うわ。一つ気になるのは、夢の中で誰かが死んだ場合、その人は現実世界でどうなるのかってことね。ファミリーの意向もあるわけだし、まずは現実世界に戻ってホテルでホタルの状況を確認してみるのはどうかしら。そのついでにロビンさんの情報も探ってみましょう。なら二手に分かれて行動するのはどうだ。実は無境の中にも少し気になることがあってな。俺は先にそちらを調べたい。君たちとは後で合流しよう。気になること？そう、分かったわ。じゃあそっちはお願いね。え？ついに姫子と幼児ちゃんのタッグが見られると思ったのに。じゃあ幼児ちゃん気をつけてね。あ、何かあったらすぐ連絡してくれ。